それじゃあ結論だ。よく考えろよ。玲子さんを殺した真犯人は。ちょっと待てよ。本当にこの人かな。でも俺の第六感がそう告げてるんだ。間違いない。というわけで、以上の状況から判断すると、被害者玲子さんはリサさんと間違われて図書室で殺害された。容疑者である由美さんは両親の呵責に耐えかねて服毒自殺。容疑者のものと思われる遺書も本人のワープロから発見された。しまった、みんな揃ってる。こりゃいつもの手で行くしかないか。これで間違いないな、毛利君。実に悲しい事件です。過去の因縁にまつわる復讐劇が凄惨な結末を。どうした？いや、これで結末を迎えたわけではありません。なぜなら犯人は由美さんではないからです。真犯人はこの中にいます。今から私が事件の真相を解明してご覧に入れましょう。よし、準備は OK。 行くぜ。由美さんが犯人じゃないなら一体誰が犯人なんだ？まあまあ警部殿、その前に事件の経緯について全て明らかにしておく必要があるでしょう。玲子さんの件で最大の問題は犯行時刻です。鑑識の割り出した死亡推定時刻は8時から12時の間でした。一方、現場とされている図書室は7時から9時半まで人がいたことが確認されています。これらのことと発見された呼び出し状の文面を考え、犯行時刻は10時と推定されているわけですね。そうだ、その時間にアリバイのないのは由美さん一人だけじゃないか。実は玲子さんの呼び出された場所は図書室ではなかった可能性が強いのです。真の犯行現場はまだ分かりませんが、その時間が9時半以前だったことは確実です。ちょっと待ってくれよ。図書室の現場を見たろ。床の上の血だまりを。鑑識もあそこが犯行現場に違いないと言っとったじゃないか。そう、そこがこの事件の不可解なところですが、ともかく何らかのトリックを使って犯人はアリバイ工作をしたに違いありません。おいおい、ずいぶん大雑把だな。すると君は、由美さんは自殺ではなく他殺だというのか？無論です。その根拠は？それは何とも言えませんが、彼女の死にはいろいろ不自然なものが感じられるのです。感じって、君な。まあそれはいいとしよう。しかし現場は完全な密室状態だった。やはり自殺としか考えられんのじゃないか。不自然な点はいくつも発見されています。これらを組み合わせれば密室トリックを破ることもできるでしょう。具体的にはどうやるんだ？今は何とも言えません。しかし私はそう確信しています。そうか、どうも不安だな。じゃあ玲子さんと由美さんを殺した犯人は一体誰なんだ？私ですよ。おい、気は確かか？もちろんですとも。
じゃあ何か？お前は自首するために今までダラダラと推理を話して聞かせたのか？その通りです。そんなにムショに入りたきゃ好きなだけ入れてやる。おい、誰かこいつをつまみ出せ。はっ。あ、いや警部殿、まだ話が。